サオシ、ドミトです。はい、今回なんですけれども、はい、先ほど終わりました、うん、マンチェスターユナイテッド VS アーセナル、ちょっといろいろありすぎた、うん、カオス、まさにカオス、だったので、ちょっとね、正直言うとこれ単独やる気なかったんですよ、はい、僕は、うん、なんですけど、ちょっと語っていいですか。まあ、語る気は値する試合だと思います。はい、ということでですね、現在時間は8時終わって1時間ぐらいかな。はい、まあ、この段階なんでちょっとまあこういわゆる詳しいことというよりも感想ベースになりますと、結果こちらでございます。ババーンと3対2ユナイテッドが勝利と。いやー、まあ4位争い結構勝ち点詰まってます。ここでアーセルに負けたらガッと持ってかれちゃう、はい、そこでなんとしても食らいつきたいってところでのこの勝利、しかも打ち合いだったり、まあ、リードされてってことで非常に大きな勝利なんですが、この試合に関してはあのユナサポ、はい、もちろん楽しいです、ええ、それ以外のサポーターも楽しめる、3対2ですいろんな意味でただの3対2でもないそうですね、ところなんでちょっとそういったところをね語っていけばいいかなというふうに思っております。まずはじゃあユナイテッドから語っていきましょうか、うん、勝利したので。そうですね、はい、はい、まず失点ですね、やっぱり、うん、まずはな、まずはこっからやっぱ今日はおかしかったと。1点目ですね、はい、アーセナルの1点目の話ですね、うんうん、まあ、コーナーキックなんですけれども、はい、フレッチがデヘアの足を踏んだ、うん、といったところでデヘアが倒れてしまってゴールキーパーがいない状況、うん、そこをスミスローが決めてゴールっていったところで、これをね、まあ、映像見ていただければ分かると思うんですけれども、うんうん、めちゃくちゃ珍事ですよ。こんなの あるんだ。そう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 、俺は、うん、会場ざわついたもんね、これ何みたいな。そうそうそう、でも入ってるよねみたいな。まあ冷静に分けたらアーセルは何もしてない、何もしてない しそうそうそう、うん、ただこうゴールの、うん、前で、うん、守護神がこう痛くて倒れてる、うん、横をさーっとボールがゴールしていく絵はなかなかシュールなものは、これは珍しいなという。そうそうそう、それを一言につきますね。で、まあ失点するわけなんですけれども、はい、そっからもうギアはガンガン上がってって、うん、そうだね、いや覇気はやっぱ違いましたね、あの一件以降そうですね、もう、うん、一気にスイッチ入ったのかなって言う、そうそう、ぶち切れですよ。ギアってぐらいやっぱホームでもありますし、うん、そこでスイッチ入って、個人的にね、まあ、対戦していて、はい、非常に厄介だったし、うん、まあ、今回活躍した選手でいうと、うん、まあ、サンチョ、そうですね、ここなんですよ。ソファスコアではですね、サンチョ結構めちゃくちゃ低いんですよ。ほう、なんで、あ、やっぱレーティングサイトって、うん、まあ、まあ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 なんだなっていう、そういうところありますねあるんだなっていうのがあったんですけれども、サンチョまずですね、うん、前半、冒頭の方で冨安を痛いちゃったんですよね、はい、でサンチョは抜きにかかった、うん、なんですけど冨安がこうしっかりブロックを、うん、しましたね、して、まあ、そういうところ痛いちゃう冨安が勝ったって感じなんですけれども、うん、やっぱそれに適応したんですよね、早かった。それがいや、もう下手に仕掛けはしない。そう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 、まあ、周りの上がりを見たり、そう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 、もう正確に。アーセルのやっぱ冨安絡みの一番の弱点って、はい、冨安1対1はね、冨安めちゃくちゃ強いんですけど、冨安が上がったり冨安が釣られた下、うん、そこの裏、うん、CB との間っていうのが、うん、まあ、アーセルでは結構こう毎度やられてるところだと思うんですけれども、そ、ね、あそこで、うん、まあ、フレッチに通し、うん、でフレッチが折り返してブルーノがゴール、また3点目 PK のシーンなんですけれども、うん、あそこもサンチョからフレッチ、うん、そうだね、でフレッチがこう腕ゴール倒されて PK もらって、うん、まあ、結果的にそれが決勝ゴールだったわけですから、うん、ここのサンチョがこう上がった上がったガッサっていうのがあります。あとですね、やっぱフレッチも、はい、やはりこれね、前回の、うん、何戦ですか、チェルシー戦の時の13節まとめかな、はい、で話したと思うんですけれども、ちょっとランゲニック来てめちゃくちゃ楽しみな選手の一人に、まあ、フレッチを前回挙げたんですけれど、やっぱり踏む事故はあったとしても、そうですねまあ、そう、サンチョフレッチラインで2回チャンスメイクしてるわけですし、フレッチも良かったんじゃないかなと。あとやっぱクリスティアーノ・ロナウドですよ、はい、冷静にフィニッシュと、通算800ゴールらしいですね。いや、素晴らしいですよ、801ゴールかな、はいはいはい、あ、そうか、2点決めたからか、2点決めたからね。まあ、言っちゃえば失点はさ、うん、こう守備の疎通というか、まあ、ミスっちゃミスじゃないですか、うん、まあまあまあ、それをこう取り返すベテランならではの覇気ですか、うん、もう引っ張ってやるぞと、ベテランが、そうですね、そこがもうベテランがね、ベテランが、チームが苦しい時は、ベテランが、まあ、チェルシー戦ではスタメンじゃなかった、はい、今回スタメンでしっかり守備とかも、うん、うん、完全にやってたし、どんな監督になるのか、そうですね、自分を変えようとしてる、やっぱロナウドはすげえなっていう、決めきる力だけでいったらもう世界のトップなので、はい、やっぱ怖えなっていうふうに
思いましたね。思いましたね。あとね、最後にちょっとなんですけど、はい、ダロと良くなかったっすか。ダロと良かったっすよ。マジでちょっと、いつもいるワンビサカの代わりをダロとか務めて、うん、まあそこも本当素晴らしい出来だったと思います。うん、もうしっかりシャットアウトして。なので、ここちょっといいターンオーバー、ローテーション、ないしはもしかしたら食ってかかるの。ね、分からんぐらい。いつもワンビサカオンリーでしたから、うん、ほとんど。そう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 。ダロとプラスはすげくバランスいいんじゃないかなって。めちゃくちゃいいと思います。ケニックはこれでどうやらお別れらしいですね。なんか外でちょっと武者修行してくるわ。そうそうそう。いうことで。あったんですけれども、うん、まさに中継ぎです。いやすごいですね。完全にやることをやって仕事人が仕事人があったってことで、次はパレス戦からランゲニックが率いるらしいんですけれども、うん、そこちょっとまた楽しみで、うん、もう非常に好調なユナイテッドの話でございました。はいはい、続きましてですね、はい、アーサルについて、触れたいなと思うんですけれども、はい、何から触れようかね。この話は長いんだと。いろいろありますから。いろいろありますけれども、分かりやすくいいところから話しようかなと思います。うん、マルチネリババンと。お、前回もね2点目決めましたけれども、今回はアシストという形で、はい、まあ、活躍しました。まあ、アシスト以外でも要所要所でマルティネリ良かったと思います。僕はまずは守備からね。そうね、何度も追いかけ回して、そうそう、あそこテレスのところであったりとかありますし、うんうん、あとやっぱのスピードというか、そうですね、そのパワーというか、うんうんうん、そういったところでもこうユナイテッドでも全然負けてない。そうね、アシストもあそこめちゃくちゃ冷静にね、しっかり長見て振りなのね。そう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 、精度も良かったし、そう精度も良かったしってありますし、うんうん、やっぱり何がいいってね、マルティネリね、頑張りがやっぱりいいんすよね。それどんな相手にも飲み込まれない感じ。そう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 、うん、やっぱり結構アーサル飲み込まれる時はとことん飲み込まれる、うん、クラブであるんですけれども、マルティネリのそこのこの変えてやるんだと、俺が引っ張ってくんだぐらいのそのやる気、そうです、こういったところがやっぱりね随所に見られてて、うん、やっぱりマルティネリいい選手だなと。今季なかなかね使われる機会なかったんですけれども、うん、ここら辺でめちゃくちゃアピール成功してるんで、次回スタメンまた今回もあるんじゃないかなと。そうだね、そう気になるけどね、マルティネリの今後は。そうそう、うん、後で触れるんですけれども、うん、もちろんフォワードで起用、そうね、こういったところも全然あるかなと思いますので、うん、やっぱり彼は本当にいつもいつも俺らの希望でいてくれると。そうですね、もう腐らず、そう常に準備してくれてる感はありますね。そうそうそう、うん、彼の名は希望、本当にそう思います。はい、はい、何もいい点、おう、まあセットバック、ベアホワイト曲がり合わせ良かったんじゃないかなと。まあ比較的、うん、そうそうそう、ベアホワイトも結構鋭い攻撃に対してね、ロングパスとか、そうですね、場面に通したりとか、うん、まああったと、そこも良かったんじゃないかなと思います。はい、まあ、トミエソンを苦戦してソファスコアレーティングではめっちゃ一番低いんですけども、うん、いや試合見てる人だったら最低評価なわけないよねっていうのは分かると思うんで、うん、あここもやっぱりレーティングサイトってこういうのなんだなっていう諸説ありますよね。そうそう、ちょっと見てみます。ちなみに、うん、はい、まあ7分の4地上戦、空中戦5分の1、パス成功率 76.9%。 まあ苦しいとこあったと思いますけど、やっぱりこのフィジカルの強さだったり守備面とかでは結構貢献してくれたんじゃないかなっていうふうに思います。でこっからっすね、はい、じゃあまずはトップバッター、うん、ピエール・エリコ・バメヤン。うん、まあありますわな。この試合に関しては決定的なそのチャンス、うん、ミスっていったところはあのデヘアに止められたシーン、あそこもまあオフかどうか結構際どいとこだったんで、うんうんうん、まあ数的にはあの1回ぐらいだったのかな。そうですね、とは思うんですけれども、やっぱ純粋にオバメヤンってやっぱりめちゃくちゃこうスコアラーなんですよ、起用する、うん、あの理由としては、うん、目的としては。それでやっぱり最近この不調、うん、なかなか点決められないってなってくると、ちょっとここはもういかがなものなのかなと。そうですね、まあ今回の試合でちょっと考えが改まるのかもわかんないかなって。そうですね、思いましたね、うん、チームに貢献っていう意味では、そうですね、久しく貢献してないんで。まあね、移籍とかではなく一旦まず外してみるっていうのがね、そう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 、良さそうだけどね。うん、それでちょっと、うんうんうん、まあいろいろ柔軟に手を持つのも重要なんじゃないかなっていうふうに場面に関して思いましたね。うん、そうですね。あとはツーボラーですね。カオスの権限、うん、彼ら2人からカオスは始まったと言わんばかりと、うん、トーマスもまあ前半は特に暴れてて、そうあららあららとわたわたわた、ね、プレスかけられたら、そうもうてんてこまいというか、てんてこまいですし、なんならプレスかかってなくてもパスミスしたりとか、そう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 トラップミスとかあったし、エルネンにも、うん、彼はやっぱりセーフティーが売りじゃないですか。セーフティーですけど結構怖いエリアでバックパスとか、そう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 、あとはまあ守備面でも、はい、あのエルネンにシャトルランしてるんじゃないかと、不用意に前出て、それは取れないよねってボールで前進まれて、ダッシュで戻るみたいなそういうところあって、まず俺はやっぱやっぱりこのツーボロが一番気になりましたね、この試合では。まあまあ、まあ、ぶち抜けて、そうですね、ここで安定感が出せなかったのがやっぱり今回の敗因の一つなんじゃないかなと思ってて、うん、まあジャカ復帰するまで
もうどうしようっていう。トーマスパーティーはね、もう今日はダメだったんですけど、はい、まあ持ってるポテンシャル、能力的にはもうスタメン確定なんで、うん、残りの隣をね、サンビと、ナイルズ、エデニーでやるって感じなんですけれども、まあ守備面で言ったらどっこいどっこいなんじゃないかと。うん、まあね。だったら、攻撃面で、うん、違い作れてくれる賛美の方がいいんじゃないかなって僕は思ったりするんですよね。まあちょっと怖いけどね、タイ。そう、もちろん怖いよ。怖いんだけどね。ただ、もうそれだら怖くないやついねえもん。もちろん見て分かったでしょ、ええ、トマスも怖いんだから。頼みの。というふうに思います。また、ウーデがやってもいいみたいなところもね、はい、僕も思ったりするんですけど、そこはちょっとあれってなかなかしなさそうだなと思うの で、そういう意味ではまだ賛美なのかなっていうふうに。思いますね。ですね。うん。あとはタバレス。はい。でもタバレスも今回結構、まあ割と暴れたんですけども、純粋にこの試合、サポートがあんまなかったと思うんですよ。そう、タバレスに限らずね。そう。うん、なんでタバレスがもちろんパス出せるタイミングもちろんあったんですけど、うん、いろんな場面で、うん、もう出すこともできないというか、もう俺がなんとかしなきゃいけないよね、この状況。できたとしてもバックパスしかないみたいな。うん、そういう状況下に追い込まれてたっていうのも苦しいのかなというふうに思いますね。うん、あとは極めつけは、うん、あのロングスロー。伝説のロングスロー。あれ本当にさ、うん、練習したことあるのかなっていう。いや、ないっすよ。ぶっつけ本番も勢いで。やべやべ、焦ってたから、チームも。あんなことあります？全くロングじゃないです。全然ロングじゃない。強めのショートスロー。そうそう。あれカットされて、終わったんですよ。最後の攻撃が。なんでそこをちょっと笑いじめてましたけど、やっぱりそろそろティアニー見たいっすね。ティアニーロングスローもできますから。ロングスローできますから。やっぱりティアニーなんじゃないかなってところでですね、アルテタはですね、試合後インタビューでちょっと興味深いことを言ってましてですね、ベテラン選手は引っ張らなければならない。なるほど。うん、引っ張る必要がある。そして、若い選手は、うん、それについていく必要があると。うん、まあこれを言ったってことは、うん、全然引っ張ってねえよと。そうっすね。まあ裏を返すとかね。そう。もっとやんなきゃいけねえだろうと、うん。もうちょっとここが一番ですかね、個人的にはね。若手が引っ張り、若手が食らいつく。っていう状況なんで、もう少しなんとかならないのかなっていう反面、ちょっと移籍市場待ち見ないところもありますかね。なんか久々にお笑いアーセナル見ましたね。いろいろとね。そう、なんか今季結構今季から見始めたよって人って、はい、まあ意外とこう若くて未来あるアーセナル、うん、っていうふうに思ってるかもしれませんが、まあこういうのもアーセナルですと。なんなら例年までこういうのがアーセナルでしたと。このね、ドタバタ劇劇場がっていうのありますけれども、結果的にここで負けて、うん、ビッグシックスでは1勝4敗。やっぱりちょっとでもプレス強いと慌てちゃうんだなっていうところもありますし、あとやっぱり今回ユナイテッドのところで話しましたけれども、はい、フォワードの差、うん、引っ張るベテランとの差っていうところも随所に現れました。うん、まあ、正直言ってアーセルはずっと補強ポジション変わらないです。中盤とフォワード、うん、なんでここをいかに補強できるかにかかってくるかなと思います。ということで今回ですね、はい、マンチェスター・ユナイテッド VS アーセルズで語らせていただきました。はい、他に説まとめは別日に挙げるつもりでございますので、その他の試合はそのところで語ろうかなというふうに思っております。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。各種 SNS ゲームチャンネルからお願いします。それでは次回でお会いしましょう。バイ。